はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラロワね、動画撮っていこうと思います。そういうことで、やっていこうと思うんですが、何やらね、ペッカの、限界突破が来たらしいので、まぁ、ちょっとね、これ、使わずに溜めておいたワイルドシャードがね、9個もあるので、まぁ、ペッカさんにね、使っていこうかなと思います。まあまあまあ、今までね、使わずに溜めておいてよかったかなというところですね。というわけで、じゃあ、ペッカに、あれ？ちょっと待って。あれ？これ、一個ずつしか使えないの？一個ずつしか使えない。ちょっと待った。それだと、6回もやらなきゃいけないので、こっちから使えば使えるか？ペッカさんに、いや、結局一個ずつか。まあ、いいや、使っていきましょう。OK。さらに、もう一つ。よし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 。これで、5個目ですね。ラスト。さあ、これでペッカさんが、限界突破アンロック。初めての、限界突破ですね。オッケーオッケーオッケー。さあ、これで、こうすればいいのかな？ほい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 。ちなみに、こっちは、47,144。もうちょっとか。もう一息で、レベル15もね、目指せそうな感じですね。重厚な鎧に身を固めた戦士で、動きは遅いものの強烈な攻撃を繰り出しますと、これが限界突破になると、蝶のように舞い、蜂のように刺す限界突破ペッカは、正気を吸い取る巨大な剣で敵を切りつけ、自分のヒットポイントを回復させますと、なるほどね。カードをパワーアップ、限界突破を行うには、カード限界突破スロットまでドラッグしてくださいと。はいはいはい。オッケーオッケー。こんな感じで使えますよと。なるほどね。じゃあ、行ってみましょうか。これは、ダメージ、ヒットポイント、最大ヒットポイント。あ、これ何？ヒットポイント4982だけど、回復で、7473まで回復するよってこと？ほー。死亡時回復。死亡時回復っていうのはあれか。要するに、敵を倒したら、この分が回復しますよということか。ってことは、今まで細かい敵に囲まれるの苦手だったけど、今回というか限界突破すれば、そこまで苦手じゃなくなるってことなのかな。まあ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 、これで行ってみましょうか。まあ宝箱いっぱいだし、デイリーもちょっと今日の分やっちゃったんですが、まあやっていきましょう。行きます。さてさて。まあ、限界突破、なので、ガンガン出していきますか。オッケーオッケーオッケー。これで次にペッカちゃん出した時には、パワーアップしたペッカちゃんがやってくるよということですね。まあ、一旦反対側にゴールドナイトを出しておこうか。プッチョが向かってくるから。ほい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 。これはちょっとマジックアーチャーさんでも添えておこうか。はい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 。まあ、ちょっとプッチョのダメージは我慢して、ペッカさんで、倒してもらいましょう。小骨が鬱陶しい。小骨が鬱陶しいね。ちょっとどうすべき。あ、ビリビリのおじさん出すの遅かった。あ、でもペッカ結構入ってんな。まあまあまあ、オッケー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 。これなら、そんなに悪くはないでしょう。さあ、サイドペッカさん。まあ、ただ、相手は、最初のうちはちょっと溜めて、エネルギーをね。溜めて戦う感じっぽいので、まだわかんないのかな？どうなんだろう？結構リードしてるように見えるけどね。まあマジックアーチャー後ろにつけましょうか。さあ、これ回復っていうのがどの程度、あ、結構回復すんね。今増えたね、ちゃんと。
オッケーオッケー、これならこれならなんかいけそう。クッチョは壊すたびに回復してんのか。ちょっとコウモリへの対処ができないな。やむをえん。あ、でも全開してるマジか。ちょっとペッカおかわりしよう。お、なんか諦めたっぽいね。よしよし、ならば、ペッカちゃんで折らせてもらいましょう。やったぜ。あ、これ強いんじゃない普通にまあ何か対処法もあるんだろうし、まあ対処法がねちょっと流通するとこんな風にはいかないのかもしれないけど、ただなんか小物で受けるっていう感じはできそうにないから、大型をぶつけ合う感じになるんじゃないのかな。どうなんだろう。さあ、もう一戦行ってみよう。まあ、一旦ロイヤルゴースト置いといて、一旦ロイヤルゴースト出し、回転切りの人のレベルが高いね。まあ、ペッカちゃんも後ろから出しましょうか。まあ、こっちのペッカも14だから、人のことは言えんのだがなっていう。メガナイト嫌だね。はい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 。まあ、ちょっと待って、そのレベル14も嫌だね。まあ、ザップで一旦、追い払って、まあ、結構致命傷受けてるけど、まあ、代わりにね、ペッカちゃんは、そこまでダメージを受けずに、前進できるので、まあ、マジックアーチャーでも後ろに、あ、ビリビリおじさんの方が良かった。ビリビリおじさんの方が良かった。ダメか。それは困ったね。ペッカちゃんで挽回できるか、これ。ちょ、一旦ロイヤルゴーストぶつけよう。これで削られるの嫌だからね。さてさてさて。で、溜まったら回転切りの人は、ペッカちゃんで受け止めに行きますか。ちょっとこれここに置こう。はい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 。お、回復してる。いいね。回復してるね。上回って。よしよしよし。これビリビリの人つけた方がいいよね、多分。そうだよね。それが来るからビリビリの人つける。あー、ちょっと待って。まずい。あー、ちょっとそれ、インフェルノタワーきついな。ダメだった。ビリビリの人だけじゃどうにもならなかった。ボイドとか打たなきゃいけなかったのか、タワーに。そうだね。失敗したなぁ。まずい、一本折れちゃう。一本折れちゃう。まあまあまあ、これはちょっと前に出して、どんどん対応させてる間にもう一周して。一回ザップでリセット。一回ザップでリセットして、折る。で、ちょっとマジックアーチャーとかも置いて、2周目のペッカを間に合わせたい。2周目のペッカちゃん出す。ただ1本折れる。ビリビリの人出す。はい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 。これも1回ザップってリセットしながらビリビリおじさん入ってる。オッケーオッケーオッケー。これいけるでしょう。反対側にも、プレッシャーかけながら、まず折って、まず折って。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける、これはいけそう。よし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 。さあ2体目。あ、オッケーオッケーオッケー。2体目やってる間に工場バーバリアンの中身のバーバリアンが落としてくれましたね。なるほどね。あ、これはなんか雑に使っても強いね。雑に使っても強い感じが出てる。よしよし。はい、ということで、まあ、今回は試しにってことで、一旦こんなもんにしとこうか。てか、まあ、もうちょっとで日付変わるから、それはそれで改めて、続けて撮ろうかな、みたいな、ことですね。まあ、インフェルノタワーさえなんとかすれば、っていうかあれかな、最初のゴブリンのバレルとかも、逆にペッカで倒させることで、HP ね、なんか回復オーバーしてたから、
オーバーした状態で戦えるんじゃないかな。2匹倒すと623、だから1200ぐらい回復して、5000、6000、6000ぐらいの HP で敵陣に向かってくれるって流れだと思うので、まあなんか、ゴブリン飛んできた時に、そこをペッカー限界突破に処理させるみたいなのもあるのかな、みたいな感じでしたね。ちょっとレベル15にしたいな、早く。エリートワイルドカードあと2900頑張って貯めましょうかってとこかな。そうだね、どっかになかったっけって思ったけどこれか。5000が1101001000コインで売ってるから買えんこともないんだな。はーん、なるほどね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。